はい、クンゴモンゴ今日も無事に終了いたしました。ありがとうございました。メール、そう、あのね、いくつかねあんだけど読み切れなかったのごめんね。ラジオネームエバーグリーンさん、ありがとうね。メッセージ、くんごさんこんばんは。週末はキャンプ場で大いに楽しんでくださいね。飲み過ぎに気をつけて。ここまで読みました。その後読めなかったの。さて、テーマ夏休みですが、実は私の夏休みはすでに昨日始まりました。嘘、いいじゃん。というのも、昨日大好きなボビーコールドウェルの名古屋ボトムラインでのライブを見てきました。名古屋はなかなか来てくれないのですごく嬉しかったし、60過ぎてもパワフルな歌声に感激しました。そして8月下旬には六甲山の国際写真祭のポートフォリオレビューを受けてきます。昨年末にこの審査を通過することを今年の目標にしていたので、それが叶い、とても楽しみです。さらに前に進んでいけるように頑張っていきます。良い週末を。こう、あのね、エバーグリーンさん名古屋の方で、まあ渡辺学ファンでね、部分も応援してくれております。で、写真撮ってくれたのよ。いいね、ほんといい写真、ありがとうございます。ブブさんにあれデータ言ってんのかなすげえ業務的な話しちゃった。また撮ってください、ありがとうございます。で、そう、これさ、ハチニカローラさん、いつもありがとうございます。長いんだよこれ。これ半分にして、半分ネタ仕込んで俺読めなくてなんか申し訳なかったから、次回からこの半分にしてくださいね。いつも番組内で、マグロって書いてあるところを塩に呼び、塩に変えて読んでるんですよね。なんで、マグロを読まないようにしてだけど、塩って読み替えてね、原文そのまま読んでみるよこれいい。ラジオネーム福島 FM リスナー、ハチニカローラ、くんごさん、福島県郡山市の自宅からおばんでマグロでござるさば。今日の福島県郡山市内は今日一日どんよりとしたサバサバして肌寒いマグロ日和でござるだによつな。今日のガチャガチャモーニングお疲れちゃんでマグロでしたでござるだによマグロ。福島県の夏休みは今日から来月の25日でござるだにが、大阪府は今日から8月末までがマグロ夏休みでござるだによマグロ。さて、今日のメッセージテーマでござる鮭ですが、写真的には夏休みといえば夏祭りや盆踊り等などのお祭りに行き、可愛い女の子や海の家の可愛い女性スタッフさんをナンパしに、20代の当時は当たり前のようにマグロやカツオを引っ掛けたり、バーベキューや海の幸であるシーフードバーベキューまでやって、カツオなら鮭、マグロ対ツナ等などを炭焼きにして食べるのが楽しみの他に、かき氷やかち割り氷を食べながらの高校野球観戦シーズン、誰でござるだによ。ただし、だからさ、よ、まあ、いいや、これ、後で、これ不適切だと思ったら、戸田くんが、カットする。一応読んじゃうぞ、俺、知らない。ただし、年配の読んじゃう。ただし、年配の、やめな、やっぱり。もうさ、そういうところでさ、敵作っちゃいかんよ。そこは敵作る方法が違うね。そうじゃない。というわけで、もうね、いろんな魚が登場してマグロをなんとかこうカムフラージュさせようとしているんだよ。しかもカタカナだったりひらがなだったりしてるわけ。本当にな、よく考えるよな。そんなわけで、次回からこの半分バージョンでお願いいたします。いつもありがとうございますカローラさんね。そんな感じで、今日はまあ、この動画が上がるのは、来週なんですけれども、ちょうど、コールマン40周年の、記念キャンプに部分号が参戦して、帰ってきて、動画が上がるので、僕ら的には情報は間に合わないんですが、でもそうは言ったってキャンプシーズンでございますね。先ほど、コールマンジャパンの佐藤明さんから、いろいろご指南を番組内で、していただきましてですね、キャンプの楽しみ方の極意みたいなのの入り口、うん、極意の入り口、うん、ん、そこら辺はピンク担当の渡辺さんに聞いてみるにして、極意の入り口。で、コールマンジャパン佐藤明さんによりますと、ルールに縛られないでのみのみ楽しんでくださいと。アクシデントも楽しみましょう。あとは、
その大体大きなところだとテラスハウスがあるので、まあ、大体のものは揃いますよという、必要最低限の大体のものは、揃いますよとのことでしたので、そこら辺は、気を楽にして来てくださいということでした。それとあのやっぱ虫対策ね、虫除け、なので、虫除けグッズを一通り持ってくると良いですよということでしたね。蚊取り線香とかね、普通にね、まあ要は蚊とブヨ、ブヨはねこう刺されるとこうピッてこう跡がついちゃうので、これむしると俺取れないんだよブヨの跡、結構さね、あのブーブーさんといろんなところ行くからあれなんだけど、まあまあ俺はもうね、まあ男性だししょうがねえかなとあんま気にしないんだけど、女性の人はいろいろあると思います。で何がいいってね、発火水がいいっていうふうに言ってました。ね、発火水が何だかよくわからないので、まあ何なんですが、発火水がおすすめということなので、僕も帰ったら調べますけれど、ホームページじゃない、インターネットで、Google 検索、ね、Google 先生に聞いてみてください。あの、前 Google で、あの、ほら、ググレっていう言葉を、これで、あの、ググレっていう言葉があるよっていう、ね、なんかわかんないことがあったらググりなさいよ、ググレって。ね、それの強い言い方でググレカスっていう言葉があるみたいです。人に聞く前にまず自分で調べてみろよと、ね、ググレの最上級はググレカスだそうです。なんで皆さん発火水、発火水で調べてください、ね、夏これから本番でしょ、キャンプシーズンなので、あのいろんなところに行くと思います。あの皆さんね、キャンプじゃなくてもね、あの山の中に行くことも多いと思いますので、あと日常でも使えるしね、発火水どんなのかなと調べてみてください。うちのねかみさん多分似たようなものを、手作りで、作ってて、それがねシーブリーズみたいな香りだったので、あの これシーブリーズって言ったら違うの作ったのみたいな話で、でさっきそのコールマンジャパンの佐藤明さんに聞いてみたんですが、シーブリーズで効果があるかどうかはわからんということでした。交換だったら楽ちんなんだけどね。まあなので、おすすめは発火水だそうです。皆さんちょっとチェックしてみてください。ね、音楽情報バラエティ番組。訓言文句なんでございますが、音楽情報以外もお届けするかもしれません。そして、さっきケアンズレンズさんからあのメールがありました通り、こういう練習したらいいよみたいなこともある程度アドバイスできるので、音楽、好きでね楽器やってる方とかいましたら、僕で答えられる範囲でよろしければお答えいたしますので、よろしくお願いいたします。また来週くんごぼんご楽しみに待っててね。メールちょうだいよ、こんだけ来たよ嬉しいよ。また来週。